私はオーダースーツとシャツのオンライン販売 EC を経営しています。5億以上で売却するのを目標にしています。はい、ただ現在年商1億強になってきたのですが、伸び悩んでおり、現在の利益では売却しても1億くらいにしかならないと言われております。まあ、つまり2000万ぐらいの利益なんでしょうね。はい、業界の縮小を考え、利益の出ているうちに売却して次の事業をやるべきか、拡大に邁進するべきか、お考えを聞かせてくださいということですね。業界が小さくなるっていうのはどこで感じてるんでしょうかね。スーツが売れなくなってきてるんですか。そもそも確かにね、春山さんとか青山さんとか紳士服のなんとかみたいな、ところが確かにちょっと業界的に少し、ちなみに紳士服の春山さんとかね、青山さんとかは TTP ですからね、全く同じような形で店舗やってるじゃないですか。でセールにしても1着買ったら2着ついてきますよみたいな、それも TTP してライバルがやったらすぐ真似するじゃないですか。ね、これ毎回言ってるんですけど、 TTP っていう大手もやってるんですよ。 Twitter もそうですよ。 Twitter の中で、今クラブハウスみたいなやつがありますよね。それもクラブハウスを TTP してツイッターやってるんですからね、大手もやってますからねっていうことが言いたかったんですけども、すいません、続き言いますね。まず伸び悩んでるということですけども、伸び悩んでる原因が市場が狭まってるから伸び悩んでるのか、それとも自分のところのお客、リソースが足りなくってもう限界が出てちゃってるのか、そういったことによると思うんですよ。で今だと確かに、コロナの影響で多分売上が下がってるんだと思うんですけども、さすがにこれは回復してくると思いますと。でその中でやっぱり多少なりとも差別化があったりとか、オーダースーツ自体が僕なくなることはないと思うんですよ。そもそも海外でも長い歴史があってずっとオーダースーツってあるわけなんで、そういう意味でいくと僕はなくならないと思ってるんですね。で例えばオーダースーツってスーツにこだわらなくてもいいわけですよ。例えばジーンズだろうが何だろうが、オーダーものをどんどんやっていくっていう、その柔軟な発想が大事なんじゃないでしょうか。なので僕としてはですね、伸び悩もうが何しようがですね、プラットフォームができてて顧客名簿を持ってるわけでしょ。つまりオーダースーツを一度オーダーした人っていうのはちょっとこだわりがあって、仕事に対してのそういうセンスがあったりとか、もしくはこだわり、自分がどうやって見られてるかっていうことを大事にされてるわけじゃないですか。そういった人たちに売れるものをまた新しく考えるっていうのも僕は手だと思うんですよ。なので顧客名簿を持ってるっていうことがすごく大事ですと。なので、売却して次に行こうって話かもしれないですけども、まあ、1億程度を手に入れたところで僕は知れてるんじゃないかな。5年ぐらいでその利益稼げるんだったらちょっと早いかな。10年分ぐらいで買ってくれるんだったら売ってもいいかなって僕は思います。はい。